皆さん、こんにちは。日本人兵庫県神戸市民の淡井圭介です。2023年11月の1日15時43分、阪神タイガースやプロ野球業界の関係者の方たちや警察や科学関係の方たちへのメッセージなんですけども、0時45分頃に誰かが起こしに多分来てます、人間が。で、今日の朝も、朝の7時台かな、8時台かな、それぐらいの頃に、子供が何人も、ここの廊下走り回ったりだとか、階段を降りていったりだとか、そういうふうに、無理やり起こそうとしていた、子供たちが存在してるんですけども、それをするから、今まで、ね、阪神タイガースが優勝できてこなかったりした可能性が高いでしょって。頭なんかどうなってんのって。君たちが悪いことじゃダメなの。僕もそうだけども、みんなそうなの。もう来ちゃダメだって言われたらダメなの。わかる？っていうことを、一応これ野球関係者の人たちとかも分かってもらわなかったら、高校野球からして、どうせ学校の理事長とかじゃないんですか？経営とかで。プロ野球、高校野球とかで勝ったりしたらとかで、学校の知名度とかって。違う。人口の絶対数が減ってるから、もうそういうもう余計な経費が一番ダメ。ね。それか野球部の関係者か、だからもう高校野球だけに僕は的絞って言い過ぎなのかもしれないけども、それ言い始めたらもうサッカーとかも同じだから。ね。熊本県ナンバーとかの話したじゃないですか。で、オリックス、大阪本拠地、近鉄バッファローズ、母体、鉄道。鉄道でお客さんが乗ってきてくれるから、両方で稼げる。大阪ドーム。甲子園の阪神タイガースも同じ。日本中もともとそうなの。鉄道会社が主にメイン。西武鉄道、西武ライオンズ。ヤクルトスワローズは JR 国鉄。ね。もう大体どこでもそうだったんですから。で、わからん、もう、どこの連中は無理やり起こしに来てるのかわからない。正直、睡眠不足の方が不利。はっきり言って。精神的にも。当たり前。そんな苦しいのを毎日毎日続けられたら嫌になるのと、多分その中には、まだ淡井圭介を精神病院行きにして稼ごうとしている医療業界の人間とか、親族とか、友達とかに医療業界の人間がいるかいないか、チェックした方がいい。本当に。今日、兄の第一タウンハウスとかに来てた連中。だ今後来る連中もそう。だからなぜ科学業界でそれをチェックしないんだっていうことになるんですよ。来た時から。出てきた時に言うんじゃなくて、この範囲に入ってきた時に、もう言ってしまえばいいじゃない。遠くから挑発行為とか声でできるんだから。っていうことは、半径50メートル以内に入ってきたところとか、まあ、100でもいいと思います。正直100でも夜だったら余裕で声聞こえますから。特に夏場、窓開けてるから。暑いから。あんまり大声出さなくても聞こえる。十分聞こえる。100メートルぐらいだったら。その時点で、その範囲に入ってきた。ね、道曲がって、ちゃんと迂回しなさいよ。君もともとどこに住んでたのって、この辺の人なのって。それしないと。それ政府がしなかったら、政府の癒着関係のところこっちが散々暴いてきてるんだから、監視してる人、見てる人が隠蔽側だった。あり得る。これ世界第三者に入ってもらわなかったら絶対無理、最初から。間に入ってもらうっていう意味。だから法律とか、制裁金。だから、一応阪神タイガースへのメッセージということしますけど、ちょっと待ってください。ホームページ、淡井圭介の利益の、その、阪神タイガースへのメッセージじゃなくて、もう今、スポーツ界へのメッセージ、そちらの方に、基本的に、
アクセスできるような文章を、作成して、います。ですので、YouTube 一覧、このあたり。ちょうどね、上の方の欄が、これ iPad なので、パソコンとかスマートフォンによって行が違うと思うんですけども、欄でもいいです。スポーツ界へのメッセージ、わかりますかね？このあたり。ちょうどその上がね、世界への SOS みたいな形になってるんですけども、世界の、日本の政府と世界の政府へ SOS みたいな形でね、もうその辺のところを見てもらって、状況を確認、していただきたい、阪神タイガース側としては。で、これ僕、冗談で言ってるんじゃなくて、オリックスの人たちに対しても、本当にね、ここを踏ん張ってもらわなかったら、カジノを追い返す話ね、できませんでしたよ、すまないから。で、スーパーコンピューター今1位、アメリカの企業からカジノの話持ちかけられてる。昨日の最後の1球。正直僕、アメリカ疑ってる。その行動とか、その誠意が正しい。人類全員がやられる可能性がある。アメリカの大統領すら操られてる可能性ある。知識をどれだけしっかりと持ってるとかで、方向性なんかガラッと変えれるから。これが今人類の置かれてる現状の社会なんで、カジノを結局ね、断ることをオリックスがもししなかったら、旧山一証券、外資に買われてる、ました、買われました。名前がオリックスっていう横文字使ってる時点で、買われたんでしょ。日本の株高になってるのも、外資が買ってるって聞きましたよ。私はしっかりと言ってますよ。今のところ日経平均株価2万8000が正常な値って。それでも高い方かもしれない。エネルギーの残存量もであるから。で、地下水流トンネル発電とか、河川専門海域玉発電とか、神田発電とか、孫発電とか、政府発表を行ってから、日経平均3万ぐらいが正常な値。円安だからって変な思い込みしてる人たち、お金投げ捨ててるようなものですよ。潰れるところは潰れてますから。状況見えてます。世界中で、ね、先進諸国どこも少子化なのに、ね、出生、生まれてきてる人たちが、ね、逆三角形でどんどん減ってるんだから、ほとんど。ほとんどもうこういう形。たまにちょっとだけどっかのして、その前年よりちょっとだけ増えたりしてたりするだけで、あとはもうこうだから、今。どこの国も。株高なるわけないじゃないですか、アメリカ自体が。3万ぐらい、本当は、実態。こんなこと続けていたらバブル崩壊。絶対なる。急に大暴落。倒産。紙切れ。当たり前。みんな学校で習った。今、正常な判断ができない人間は、明日も正常な判断ができない。世界中の経済を動かしてきた人間の話、いの一番に受け入れなくて、誰のアドバイスを受け入れてるんです。本当に。とんでもないことになりますよ。根拠、全然ない。日本の株高。一応資源に価値があるっていう話はしてますけども、僕もその実態どこからどこまでどうなってるのかよくわかんないですから、いろんな判例の話まで。一応日本はいろんな採掘権とか、僕は海外へ、頼むような形で進めてきたもありました。で、どこからどこまでどれぐらいの、利益とかにつながったのかとか、わかりません。はっきり言って。一覧表とかはなかったら。本当に。石油とかガスとか石炭とか、ね、そういうふうなもの。ウランコは、それはもう、カナダの皆さんだったら、ね、先進諸国ですし、自分たちで採掘されてるでしょうし、そんなところ日本わざわざ行ってませんよね。もともと発展途上国とかで、その採掘するだけの技術がないところに日本乗り込んだりしてたと思うんですよ。ね、
ただその土地の権利とかはその国が持ってるでしょ。だからそこの国にもう採掘やめてくださいよって言われたらそれでしまいじゃないですか。あとはペース落としてくださいよって言われたらそれでしまいじゃないですか、国連に。エネルギーの残存量問題で。ね、世界中みんな経済なんか分かってなかったんですよ。だって株高で分かってないことが分かってるから。見せかけ、一時的に稼ぎしたかった人間稼いでるだけ、オール罪。まあ、紙切れになった瞬間、まあ、自動で罰を受けるような形になるんですけどね、投資したお金が返ってこないから。エネルギーの残存量問題でしっかりとはっきりと言って、数量制限の話、もうこっちもしてあります。世界中で数量制限したいんですよ、輸入の。石油、石炭、ガス、制限。まあ、石炭はいいか。石炭はいいですね。残存量のペース的に考えるとね、埋蔵量多いんで、石炭をある程度かなり使用して、ガソリンとガスの消費を抑え込まなかったら、どう考えてもバランスが保たれない。石炭はかなりあるけども、それは消費が拡大したら数字は一気に変わる。採掘可能な年数。な、みんな節約をまず覚えなきゃならないから、車売っちゃダメぐらいの話を世界中でしなきゃならない。本当に買っていい人は仕事でどうしても必要な人だけ。まずいない。9割以上。絶対いない。ほとんどに、もう電車、バス、徒歩で行ける。いや、免許証は取り上げちゃダメだめ。なんか免許証お取り上げの電波の声が聞こえてきたり。ダメダメ。もし、地震とか発生した時に協力してくれる人、物流とかで大量の物資輸送しなきゃならないから、最初は道路の補修工事。それしなかったら、もう地震なんか1メートルぐらい段差ついてるところは段差つくから、本当に。道路が。まず、道路の舗装。もうその前に、海上自衛隊とかは今は空母持ってるから、ヘリ乗せておいて、ヘリで大量に物資の、空中からの輸送、その間になんとか頑張って、道路早く開通させる。で、運転免許証持ってる人がトラックに物資積み込んで、みんなで運搬、参加できる人は、絶対これ。どうしてもちょっと政治の話混ざってしまいますけども、もうこれぐらいにしておきますね。今日の朝から無理やり起こしに来てた連中とか、あと点数の入り方とか、僕が寝転びながら何って言ってるかとか、それ聞いたらわかる。君たちはただただ邪魔してるだけ。で、それぐらいで淡井圭介負けない。ただし君たちは制裁金を科せられる。淡井圭介に罰金を払わなきゃならない。こういう立場。以上。この辺の町内会に何人をいるのかと、あと、他の都道府県とかで、この辺の物件持ってるところも全部差し押さえたり、きりない。以上です。政府の皆さんご協力のほど、あと法律関係に強い人たち、ご対応のほどよろしくお願いいたします。銀行に戻せておいたらいいです。不動産屋さんですね。まあ、結局銀行、フィナンシャルグループで同じなんですけども、実態。ね、円安なるでしょ。以上です。